ダットサンレディー号は、日産自動車が製造し、ダットサンブランドで販売している、大衆向けハッチバック型乗用車である。インド市場ではもともと大衆向け自家用車への関心が高く、マルチ800の人気はそれを証明していた。2014年日産自動車はマルチ800より、モデルチェンジしたアルト800、ルノークイウィットなどの小型車と競合するべく、発表された。 0.8リッターエンジンのダット3レディー5は好調な売り上げを記録し、2017年には若者向けの新色を備えた新しい1リッターエンジン搭載モデルレディー51.0リットルを発売した。2020年にはマイナーチェンジを行った。2014年のニューデリーオートエクスポでコンセプトが発表され、2016年4月14日に量産モデルが発表された。 本社は先行して発売されたルノークイットと同じく日産 CMF プラットフォームを採用し、パワートレインも共通の54馬力の BR08 型0.8リッター直列、3気筒 DOHC12 バルブエンジンに5速、マニュアルトランスミッションを組み合わせている。レディー号ーはクーイットと比較すると廉価、軽量、短い全長、そして高い地上高となっている。 また、一般的にこの種のコンパクトカーは、基本的に、ホイール1里にあたり4本のスタットナットを用いるのが、普通だが、製造コストを削減する理由で元となったルノー、クーイット同様、ホイール1里にあたりのスタットナットが3本となっている。ありがとうございます。